2015年12月5日、福島県いわき市で新しい未来会議が始まりました。それは、双葉郡未来会議です。震災から4年と9ヶ月が経ちました。皆さんは今、双葉郡がどんな状況かご存知ですか？それよりまず、双葉郡のことをどれくらい知っているでしょうか？福島県双葉郡は浜通りに位置し、8町村からできています。双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、浪江町、桂尾村、川内村、それぞれの町と村は合併することなく今までやってきました。それゆえに、震災後、原発事故後の対応も、各町村によってバラバラだったといいます。しかしながら、震災前まではお隣さん同士、お互いの町を行き来しながら、交流を持ってやってきました。でも、震災後はそれさえもできない状況に。今、少しずつ避難解除も進む中で、まずはお互いの状況を知ることが大切だと始まったのが、この、双葉郡未来会議でした。翌日私は双葉郡を訪れてみました。まずは川内村です。双葉郡の中でもいち早く帰村宣言がされ、現在は村の半数以上の住民が戻っているといいます。前日の未来会議でお話をされていたお蕎麦屋さんの井出さんにお話をお聞きしました。井出さんは震災後、東京などに一時避難をされていましたが、昨年の3月に戻ってこられたそうです。の時も営業してまして、ちょうどのれんを2時46分でしたっけか、震災が起きた、ちょうどのれんしまう時で、まあ、こんな感じでいろりとストーブがついてたので、まずはその消火というか、ストーブとかガス回り、火の始末ですね、それをして、まあ、ちょうど雪も降ってましたので、まあちょっと怖かったですね、やっぱり。店自体は、まあ、そんな被害はなかったですけど、やっぱり壁が剥がれたり食器が割れたりっていうのがあったので、あとはその片付けと片付けで、まあ、夜までかかったかなっていうのを覚えてます。はい、で私は消防団に所属してたので、夕方ですね、4時に焼酎かけられまして、村の村でもその時震災で火災があったので、その消火活動と、その後は村の人たちの安否確認 の、 広域消防さんと一緒に村を回ってですね、点検をして、でそこから 2,3 日経ってからのあれですかね、富岡町の町民の方が避難してこられて、まあ、倍以上の8000名の方が避難してきたというのもあってですね、道路の交通誘導というのをやってまして、もうそれでもやっぱり川内村ってやっぱり3000人ちょっとしかいなかったところに8000人が来たっていうので、もうどこの施設もですね、超満員で、まあ、この前の通りを3月の寒い時になって人を歩いてないんですけど、人がもう溢れ返ってたという、すごく奇妙な光景を見たのを覚えてます。はい、翌日にですね、川内村も避難指示が出まして、まあ、先に富岡町の人たちを避難させて、そこから村の人も避難ということだったんですけど、まあ、消防団なんで最後まで、皆さんのことを送り出してというか、渋滞が予想されましたので、信号機も当時ずっと使えない状況でしたので、旗を振ってですね、交通誘導をして、夜の19時くらいですかね、川内村の遠藤村長の方から、まあ、全村避難という指示が出て、消防団も解散ということで、そこからはやはり郡山市のビッグパレットの方に、まず僕が弟や妹や自分の子供を、送り届けて、そこからまあ荷物なんかをまあ車に詰めるのにもう一回戻ってきてっていう避難だったんですけど、まあ本当に時は
まあ、ガソリンもありませんでしたし、あとは食料と寝る場所の確保というの で、 そうです、ね、衛生的にも本当に良くなかったですし、精神的にもやっぱり皆さん普通の状態ではないので、ちょっとまあ怖いっていう感情を覚えました、あの時は。はい、人間って怖いなという感情を覚えたのがビッグパレット避難所での生活でしたね。はい、2012年1月31日、川内村ではいち早く帰村宣言がされました。半分半分でしたね。あの戻ってこなきゃよかったかなっていうのと、ああ戻ってくるとやっぱ落ち着くなっていう、まあ、落ち着く反面やはり人がいませんので、人もやっぱりそのなんていうんですかね、村とやっぱり東京と福島って全く別世界っていう感じだったので、まあもちろん不便さも改めて感じましたし、まあその反面やっぱり米とかは美味しい、水が美味しいとか空気がうまいとかそういうのがあったんですけど、まあ戻ってきてもお客さんがいないところで店を再開っていうのはちょっとどうしたもんかなって自分の中でやっぱり自問自答を繰り返しながらの、まあ去年の3月ですから、まあ、1年はもう経ってるんですけど、当初ですね3ヶ月4ヶ月くらいはもう本当に一日お客さん1人なゼロなんていう風にもあったんで、そうですね、今はもう戻ってきてよかったなっていう気持ちなんですけど、その当時はやっぱり戻ってこなきゃよかったかなっていう気持ちもありました、少しは。川内村を後にしてからは、国道6号線、富岡町方面に向かいました。富岡町に入ると、それまでの景色とは変わり、除染袋が目立つようになりました。山道では、崩落した土などを入れた袋の付近に、放射線を示す看板が置いてありました。富岡町は、現在、3つの区域に分かれています。住民が帰還できるための環境整備を迅速に実施している避難指示解除準備区域、将来的に住民の方が帰還できるように除染や復旧工事などを計画的に実施している居住制限区域、そして今もなお放射線量が非常に高く帰れる予定が立たない帰還困難区域。町に入ると住宅の近くにも除染袋がたくさん置いてありました。道路の脇には帰還困難区域の看板なども出てきて、地元の方たちが利用するスクリーニング場もありました。こっちって普通に通れるんですか？大丈夫ですよ。居住制限がされている町は
とても静かで、時が止まっているように感じました。福島県内でも震災後の状況は様々ですが、その中の双葉郡の中でもさらに状況は様々です。避難解除がなされ、住めるところ、4年9ヶ月経った今も、高線量レベルにより住めないところ、住めるようになったけれど、人がなかなか戻らないところ、高齢者ばかりになってしまったところ、各自治体によって状況は違い、課題も様々ですが、少しずつそれぞれの一歩を踏み出しています。この双葉郡未来会議では、実際に双葉郡の方がそれぞれのエリアから震災当時の話や、今、現状どうしているかなどをみんなで共有し、バラバラになってしまったけれど、元はお隣さん同士、お互いの状況を少しずつでも知りながら、つながっていくことで、次の一歩を踏み出すための新しい語らいの場所です。また次回も参加したいと思います。一番新緑の時は輝いてるかなという、はい、まあ、自然が観光名所というか観光地ではないんですけども、はい、川路に来られるんでしたらぜひ暖かい時にですね、川路村にお越しいただいて、川路のいいところ、暖かい時はいっぱいありますので、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい。一番はですね、100% 川路村の原そばを使った、10割そばと、湧き水で、打ち上げたというところが、当店の、セールスポイントとなっております。そば、だけではなく、つゆの方も返しを仕込みまして、その返しをですね、1ヶ月以上寝かせた上で、かつお節の出汁と合わせて、つゆを作っておりますので、つゆもですね、そばと同じくらい、自信を持って提供しております。川内のお越しの際はぜひよろしくお願いします。